カール・テオドール・リーバーマンは、ドイツの科学者である、アドルフ・フォンバイヤーの弟子、プロイセン王国のベルリンに生まれた。当初、ロベルト・ブンゼンが教鞭をとっていた、ハイデルベルク大学で学んだ後、ベルリン大学で、アドルフ・フォンバイヤーの研究室に入り、そこで1865年に博士号を取得した。1868年に、カール・グレーベと共に、大色、 赤色の染料であるアリザリンを合成した。1870年に教授資格試験に合格し、シュトラスブルク大学に移ったバイヤーの後を継いで、ベルリン大学の教授となった。1914年に教授を退職すると、すぐに、ベルリンで死去した。アリザリンの構造1826年、フランスの科学者、ピエール・ジャンロビケは、赤根の根から、 鮮やかな赤色の染料であるアリザリンを単理し、その構造を決定した。1868年、リーバーマンは、アリザリンを還元すると、コールタールに大量に含まれるアントラセンになることを発見し、アリザリン合成への道を開いた。アントラセンからのアリザリンの合成に関する、リーバーマンとクレーベの特許は、ウィリアム・パーキンの出願よりも1日だけ早かった。 この合成法では、アントラセンを塩素化または収素化して、次に酸化することで、アリザリンが得られる。ありがとうございます。